チ。こんにちは、三倉真奈です。三倉かなです。さあ今回は私たちの一日のスケジュール。それぞれの休みの日、そうそう、仕事でもな い子供学校とかでもない休みの日の朝から晩まで何してんのっていうのをお互い円グラフにして、あ、そう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 、これに書いてね。はい、まあ、私たち2人を比較しつつ、うんうんうん、で、まあ、私は1歳8ヶ月の子がまあいます、うん、で、かなは、まあ、小学生と年長さんの子がいます、うん、こんな感じなんやっていう、いや、どんな風にマナが過ごしてるのかっていうの気になる、ね、知りたいって知ってるようで知らないもんね、はい、うん、発表していきたいなと思います。はい、もう書くところからよ。書くところからね。そう、はい、できました。はい、では私たちの1日のタイムスケジュール発表します。はい、せーの、じゃじゃーん。どう、え、ちょっと待って、寝る時間全然ちゃうくない？いやいや、まずカナの細かさよ。え、そっち見て、このカナちゃん、そう、どう、わかる？タイムスケジュールってこんなにそういう企画じゃないの？でもこんなもんじゃない、1日の動きで言うと。まずこうやって比較するやん。一番違うのは寝てる時間の長さ。私が夜23時には寝て、朝はうちの娘に6時から6時半ぐらいに起こされるから起きます。はいはいはい、で、私もともと本当に寝ないとダメなタイプ。夜も7時間半ぐらい寝てるけど、さらに娘の昼寝の時間が1時から3時ぐらい2時間あるけど、まるまる一緒に寝ます。私もそうやったかもしれない。っていうのが私の睡眠時間で、カナがめっちゃ短ない。何時に寝てんの？私短いね。その休日平日関係なく寝る時間を1時、1時ぐらいに寝て、起きるのは休日やから7時やけど、平日やと6時。だから平日やともうちょっと12時半ぐらいには寝てるかもしれへんけど、12時は超えたい。超えないって何の、いやだから夜中とかにたまに連絡したら起きてるから、かなりいつ寝てんねやろっていつも思ってんねん。あれは起き続けてるわけじゃないんや。まだどんどん夜中の1時ぐらいにたまになんか連絡。私が夜中起きてる時は寝かしつけてそのまま結構寝たっていう時だけ。あー、そっか。ちょっと待って、じゃあ順番にしよう。起きてから順番にしよう。じゃあまずじゃあ朝起きます。起きました。6時7ぐらいに起きました。で、まあ朝ごはんを食べさせます。で、テレビはついてますか？朝ごはん中にテレビはついてます。私もついてます。そう、ついてない派やってんけど最近つけちゃうね。そう、子供が生まれる前はテレビは子供にはあんまり良くないから、うん、テレビはもう見せへん家庭にするって言ってたのに、うん、今は座るやん、うん、じゃあ娘がうんうんみたいなついてないやんみたいな感じでないね。だからすごいついてます。うちはこの間までつけてない家庭やってんけど、なんかもうええかって、よくわかんないけどもうええかっていう 気の緩みがあって、幼児期はなんかちょっとちゃんとしなきゃみたいな、まあ、小学生やしもうええかみたいなところで解禁してニュースつけてみたり、まあ、E テレつけてみたりみたいなのはやっぱりやってるね。うん、リッドついてますね。そうね、だから朝ごはん&テレビだね、うん、で、お休みの日だから家にずっといるわけだけど、朝ごはん食べて私はその後娘を遊ばせつつ朝の時間に掃除とか洗濯とかやるべき家事をブワーってやる。おー、なんか遊びつつ家事しつつを朝にやる。はいはいはい、私も宿題させつつ掃除洗濯やりつつっていう感じかな、うんうんうん、同じような感じだね。うんうん、お、すごいやん。その後の公園行くのも一緒じゃん。え、10時から12時ぐらいが公園。10時から12時ぐらい公園。イエーイ100% 行くってわけではないけど、まあ、なんとなくお天気とか疲れへんもんね。そうなの、私、うん、とにかく午前中に遊ばせないと昼寝をしてくれないから、はいはい、私はもう基本眠たいんやんか、はいはい、だからもうとにかく疲れていただいて昼寝に持っていきたいから、うん、昼寝に持っていくための公園。私も午前中に公園なんか行かないと1日を無駄にさせちゃうような気がして公園に連れていく。カナの子らってもうさ6歳とか7歳とか8歳やん、一緒に、うんうん、昼寝はもうせえへんの？せえへん。てかもうその年少ぐらいからせえへん子や。1日中遊んでる。そうなんや。そうそう、私はもう昼寝してくれるのを楽しみに午前中頑張るみたいな。あ、まあでも疲れてたら昼間気づいたらソファーで寝てるみたいなことはあるけどね、うんうん、でお昼ご飯はもう家で食べて、うちもうワン公園やね。お昼食べた後にもう一回公園、さらにこの公園でもう一個別の公園に移動することもある。公園
行くと友達に会うやんか、午前中に友達と会うとしたら、え、じゃあお昼の後またあっちの公園行くみたいな感じになって、また公園行くみたいな感じになって、またまたそろそろ遊んだからあっちの公園どうするみたいな感じで一緒に運動したり本当に大人が2軒目3軒目行くのと同じ感じで、子供たちも公園もう飽きたからあっちの公園行くみたいな感じで、その公園によって遊ぶものが違うやん、遊具で遊ぼう、はいはいはい、ボールで遊ぼうみたいな感じで何軒かはしごしたりで、それを全部ついていくんや、パワフルやね。そうね、昔からこれはもうなんか双子の性格の違いで、これ子供の年齢だけじゃなくて、うん、昔から私は家でゆっくりしてる時間が長いタイプ、うん、でカナは休みとなればとにかくスケジュールをみちみちに詰め込むタイプ。そうね、だからそれが子供を生まれてから、結婚してからも変わりはない。だから子供もなんか一日何もない日やったなって思わせたくないから、この日はだから公園をいくつか行くのがまあイベントになってるけど、それ以外にお出かけの時もあるし、そのスイミングプールについて行く日もあるし、電車乗って服でも買いに行こうかとか、ショッピングモール的なとか、そうそうそうっていうのもあるし。すごいね。そうなの、治らないね。いや、いいよ。そうですか。いつも私はかなり怒られてたもん。いつも10時、11時じゃなかった。そう、独身時代は本当昼に近いぐらいまで寝てて、一日を無駄にしているといつも怒られてたから。そうそう、早起きは三文の徳と言いますね今回の後は何がどうなって、何がどうなってこうなってんの、日によるけど、もうほんとずっと晩ご飯前まで公演の時もあるけど、この日は私は映画を見せたいという気持ちになって、 Amazon プライムなり録画してた金曜ロードショーなりのジブリなりなんなりの見せるみたいな。大きくなるとそれができるんやね。で、そうこうしてるうちに晩ご飯作ってこれもう何か見てる、晩ご飯作り食べる、家で食べる時もあれば、もう外食の時もある。うん、もう全然ある、外食もする。逆にこの家遊びの3時間ぐらいは何して遊んでるの？もう必死よ必死よ、ね、時間が早く過ぎないかなと思いながら、昼寝して元気有り余ってる子を昼寝して遊んでる。基本はお絵かきしたり、なんかブロックしたり、ただ家にいると大人もそうやけど、家で暇やとなんかお菓子食べたいみたいな気分になるやつ、まあ、なるなるなる。うちの子もそうで、もうちょっとこれもう最近よく見る、ちってあっち行きたいって言うんやんか。かわいい。ち行きたいっていう時は冷蔵庫に行きたい。冷蔵庫なん、冷蔵庫行ったら何か食べるものあるでしょこういう感じで、あ、もう無理やり、ち行きたい、ち行きたいってずっと常にお腹すかしてる子なお絵描きさせてで3時間持たへんやん。持たへん。テレビの前に娘が行きます、それ何？何やったら、なんか YouTube これだよ、かわいい。YouTube やったり、Eテレの楽しいダンスする映像を見たいっていうこれ何や？テレビの前に。めっちゃかわいい。この時間が大変とか。スッと昼寝してくれるときはいいけど、うん、じゃあなんか眠そうやし、私も寝たいし、昼寝するって言っても、本人は、ない！ない！かわいい。ブッブーっていうね、え、かわいい。ブッブーっていうのは、やだ、やりたくないってこと、ね、イヤイヤ期のイヤイヤの代わりに、私がここのテーブルの上座っちゃダメでしょ、ブッブーっていうのを教えてやった。それで逆に私がじゃあこれ食べてねって言ったらブッブートイレ行こうか、ブッブー、全部ブッブーで返してくるんだけど、かわいい。お昼寝しようかって言ってもブッブーどうやって寝かすの。私、うちの子たちほんまに寝へん子やったから、昼寝がもう大変やって。うちの子も自らは寝てくれないから、うちぬいぐるみがいっぱいいるから、ぬいぐるみたちが、あ、みんななんか眠たくなってきたみたいやで、あ、寝てるね、ちょっとトントンしてあげようかって、こうとにかくみんなの寝かしつけを一緒にして冷気消して、それでもはよーとかって起こす時もあるし、最終手段は私がもう先寝て私がもう先寝て向こうが諦めるの。そっか、じゃあマナが寝たら気づいたら向こうさんも向こうさんも寝てくれるっていうパターンもある。なるほどね。だから結局今はもうかまってかまってで、ママ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 って言ってるから、一緒にいる時にあんまりご飯作ったりとかそんなにできないから、これもご飯作りはもう夕食前のほんの一瞬ぐらいだけ。へー。あとは土日とか休みの前に娘が保育園行ってる間とかにストックをバーって作っておいて、基本この娘が家にいる日のご飯基本ずっとかまってる。ずっとかまってて、うわぁ大変。で、朝のその掃除洗濯の家事はどうやってこなしてるの？テレビ見せつつ、一緒に踊りながらのランシング家事、もしくはお風呂場で水遊びさせながらのお風呂場の横に洗濯機あるやんか、あ、だから洗濯の干したりとか、あ、でベランダで水遊びさせながらベランダで洗濯干すとか。
か、ながらながらの、そう、娘と遊ばせながら一緒に掃除とか、もうとにかく全部ながら。一人で勝手に遊べるようになるとだいぶ手離れて楽やけど、今のこの時期は大変なの思い出したわ。確かに疲れるかも。よくやってる。遊びに行くね。で寝るのは6時ぐらいに晩ご飯食べます、うん、でそっからまたなんやかんや遊んで8時ぐらいになったらお風呂を2人で一緒に入って、うん、その流れでそのまま寝かしつけ、で9時ぐらいに寝て寝たらやっともう待ちに待った私のゴールデンタイム、イエーイ。正直だからもう寝ました。それかてか9時とか9時半に寝たら酎ハイ開けます。酎ハイから始まって、でちょっとなんか食べながら食べ込んでいたドラマを見ます。でも寝ないと次の日眠たくなるから11時とかには寝ますっていう、この1時間半2時間ぐらいが私のゴールデンタイム。渋谷の時やね。はい、うちは晩ご飯は6時に食べて7時8時ぐらいで、この宿題が結局終われへんでだらだらしはるから宿題残してるから、ここにもまだ夜の勉強タイムみたいなのがちょっと入って、で一緒にボードゲーム系やったり、そう、ね、トランプやったりとかして、そしたらおしり偵呼んでほしいっていう流れになって、おしり偵なり本をいろいろ読み出したら、また別の子が持ってきてこれ読みたいって言って、それを何冊もこう読んで、あとテレビ見たり、で子供は勝手にお風呂自分で入る。お風呂っていつから子供だけで入れるようになるの？そうなん？分かれへん。もう子供だけで入ってる。子供だけで入る時も多い。一緒に入る時ももちろんあるけど、子供だけでシャッと洗ってシャッと出てくる時もあるし、そうそう、上の子に下の子年長やけど、まあ、男の子やからもうシャッシャッシャッと出てくる。そう、それは楽になったかな。でその後のアイスは、アイスがマストなんでアイスを食べて、でまたちょっとテレビを見たりとかしながら、寝かしつけ準備って何がある？いや、歯磨かせたり、歯磨き前の牛乳飲ましたり、寝る前のね、牛乳飲んだり、もう一本テレビ見たりとか見せたりとか、別にそんな寝る前のやることね。で、寝かしつけがめっちゃ時間かかんねやんか。え？ 1 時間ぐらいはかかる。え、だってうちの子たち大きいのに。そうなの。おやすみなさい、パタンって閉めて寝るがめっちゃ理想なんやけど、なぜなら私が子供たちにマッサージをして、マッサージしながら寝るっていうのをやっちゃってて。今も？だから、いや前聞いたよ、この YouTube 上でも。2人を並べて足のマッサージとか、頭のマッサージがいい子は私側に頭を向けて頭をこうマッサージして、でマッサージしてるうちに眠りにつくっていう流れで、そんな毎日さ、極上のそんな極上トリートメント高いよ、ほんまに。でそんな毎日今まで頭をこうしばらくこうやってたら寝てたのさ、次肩とかさ、あ、右でよかったから左腕寝る気ないやん、次腰周りとか言ってさ、結局娘なんか最近全身コースよ。全身コース。でも寝る気ないもん本人で。大人の全身コース1時間ってさ、結構1万円ぐらいとかするんだよ。そうよ、ほんまに。それをさ、片手でこうやって、一人で右手の方が寝たなと思ったら両手に切り替えてさ。すごいないかな。で、まあ子供もさ、普段はまあパパと、ね、寝る時もあるやん、うん、でも起きてきて、ママ僕マッサージしないと寝られない男なの。かわいい。言われたらマッサージしなんか、ね、かわいい。マッサージなしでも寝てた時期あったのに、今私が極上のマッサージをちょっとやってしまって、自分で自分の首を絞めて長時間に、まあね、でもそれが親子の、まあ、まあ、スキンシップみたいな、ね、スキンシップでありコミュニケーションであり、おしゃべりもしつつみたいなね、はいはいはい、今日のこれどうやったみたいなとか、いいな、私も並びたい。そう、だからそれに1時間半かけちゃうから、自分の時間がなくなってしまう。寝かした後にやっとこさ、また洗濯掃除洗い物をまた待ってたらね、で自分の時間が始まるのが何時ぐらい？11時半または12時ぐらいにやっと始まって、テレビ溜めてたドラマを見たり、まあ、仕事の台本読んでみたり、お風呂入ってみたり、お風呂の中で YouTube 見てみたりとか、まあいろいろしながら、だから1時なんかほんともう無理やり寝てるよ。またやりたいこといっぱいあるけど、自分の時間がもうだって全然ここしかないじゃん、ゴールデンタイム。そう、だからマッサージさやめれば自分の時間確保できんのに、全てはマッサージで狂わされてねんけど、でも子供喜ぶしさ、嬉しそうにしてるしね。マッサージを求めてくれるなんて嬉しいや、そんなん中学生なんて求めてくれへんやん。中学生だと言ってもね、僕はマッサージがないと寝れない男なの。そうかな、一緒かもしれへんけど。なるほど、それで寝る時間が遅くなっていくんだ。それでこうギュギュ夜が忙しくなっちゃう。
さあ、というわけで私たちの、ま、休日の一日スケジュール、うん、面白かったかな、これ大丈夫、参考になることがあったのかも分かれへんけど、ただあるのは分かった。私、年齢によってもちょっとずつ遊び方とか時間の過ごし方が変わってくるんやなっていうのもすごい勉強になった。そうそうそう、どんどんね、ある意味楽になるよ。だって勝手にやってくれるようになるから、今が一番大変やと思う。頑張ってください、はい、一緒に遊びましょう、ね、お子さんによってはもっと寝ないとかもっと大変っていう子もいるかもしれないし、本当に、まあ、お互いお疲れ様です。頑張りましょう。はい、ではこの辺でさよなら、また会いましょう。